すいませんちょっとね、ある計画のために忙しくて、なかなか動画を上げられなかったんですけども、ニュース見ました、ヤフーニュースで埼玉新聞、許せないネットにブラック地域の写真掲載、表札、車ナンバー、墓石も撮影、住民男性らサイト公開している出版社を提訴、煮えくり返る思い、なんたらかんたら、でね、ちょっとこれ、メディアリテラシーとしてね、知っていただきたいんだけども、最後の方にね、私のコメントとして、詳しくは訴状が手元になく分からないって書いてあるでしょ。 えとこの手のニュースでね、よくあの訴状が届いてないのでコメントできないっていうね、提携区があるんです。これはもうあの原告側のマナーのなさと、あと記者の手抜きですね。あのこういう場合って、よく直送って言って、訴状をね、被告側に先に送るんですよ。そしたら 被告側にね、手元に訴状があるんで、それに対して、こうこうこうですよっていう風にコメントできるんだけども、まあそれをしてないんですよね、解放同盟が。だって、訴状がまず裁判所にね、届くでしょで、裁判所でいろいろ精査して、まあその後被告に届くわけだから、当然その何日か、まあ1週間ぐらい、そのぐらい遅れがあるんで、当然その訴えた当日に被告にね、聞いて、聞いたって、それはわかるわけないんですよ。ただ、 本当はですよ。ちゃんとこう、マナーのある人は、直接送るんですよ。訴状をね。直送するんです。裁判所を返さずに、ファックスなりね。ええー、まあ、郵送なんかで。で、この時もね、僕行ったんですよ。なんか、よりより、読売新聞の記者だったかな。なんかもう、なんかね、ええー、その、コメントできないっていう、そういうことを言わせようっていうね、誘導尋問してるのがありありですよ。まあ、そういう手抜き取材やめましょうって。 えー、この記者会見の、ね、会場からなんか僕に電話かかってきたんだけども、まあ、その時も同じようなことを言われてたんで言ったんですよね、いや、あの訴状を、ねまあ、ファックスでもメールでもいいんで私に直接送ってくださいよとそしたら内容を見てコメントできますからって言ったらですねそれは原告との、ね、信頼関係で受け取ってるものなのでとか言って言うんですよ、まあ、記者の手元には、ね、訴状あるんですよ。 で僕はそれおかしいじゃないですかって言って、これ裁判なんだから、どの道その訴状はね、私の方に届くんだから、別にその赤の他人に出せって言ってるわけじゃなくて、私のところに送るんだったら別に何も問題ないじゃないですかって言ったんだけども、まあなんかねあの、できないみたいなことを言うんですよね。だから僕はちょっとそれフェアじゃないですよって言って、そっち側には訴状もあるしね、えー、言いたい放題言えるけども、こっちに届いてないのにね、それはおかしいんじゃないですかって言ったわけです。 まあそれでまあいろいろね、えー、分かる範囲でコメントさせていただいたんだけどもねまあさっき言ったことをあのその記者会見の会場の人はみんな聞いてたと思いますよなんかスピーカーンで話してたみたいですからそれでですねでまあ記者のこの記事の内容なんですけどね、えー、熊谷市の70代男性とブラック解放道盟埼玉県連合会は。 削除と計660万円の損害賠償を求めて、えーまあ、裁判を起こしたっていうことなんですね。で、熊谷って言ったら、多分ね、上中条だけだと思います、ぼをしてるのは。だから、多分そこの方なのかなっていう気がするんだけども、えー、実はね、えー、毎日新聞の方にですね、実名が出てまして、訴えたのが、熊谷市の池田光夫さん76歳っていうふうに書いてあるんですね。 で、この名前、まあ、池田光夫部落で検索したら出てくるんだけども、まあ、この人は、あの、解放同盟、埼玉県連の役員ですね。バリバリ役員ですね。えー、なんか教育部長とか出てきますね。だから一般人じゃないんですよ。思いっきりし、その、あの、解放同盟の人だし。で、熊谷でね、僕、部落で池田っていう名字なかったと思うんですよね。熊谷って言ったら、菊池とか吉野とか橋本とかそんなんですからね。 多分ね、僕、よそから来た人じゃないかと思うんですよ、この人はあの。熊谷の人じゃないと思います。というのも、その、これね、記事見たらわかるんだけども、ブ落ック出身者って書いてないんですよ。やっぱ住民って書いてあるんですね。で、こういう書き分けをするんでね、最近のメディアは。だから、おそらくは、熊谷、 その部落の出身ではなくて、よそから来た人なんだと思います。まあ、それは素性を、あの、見てみないとわかるんない、わからないんだけども、まあ、まあ、高確率でそうでしょうね。この記事の書きよから。もう今までの経験上。まあ、僕の知見からしてですよ。それで、えー、毎日新聞だと記事によって周囲の目に不安を感じる、こうした現状を許してはいけないとか、まあ、そう言ってるみたいなんだけども、まあ、僕の感想を言うと、 あのおじいちゃん何を言ってるんだっていうまあそういうことなんですよ。あのというのも、あのー、76歳のおじいさんですよね。で僕今45だからだい大体あの30歳ぐらい下なわけです僕の方がね。でこの76歳のおじいさんが若い人特にまあ僕よりもっと下のね Z 世代の人だったらもっと違和感感じると思うけどもそのブラックと分かってね え、周囲の目に不安とか言ってるのどう思いますおかしいと思うでしょあの、老害じゃないかって思いますよ。とは言ってもね、この人は解放同盟の役員をやってる人なんだから、とにかく役員辞めればいいんですよ、そんな不安ならね。えー、あの、 だって埼玉だってやっぱりね、エセ同話ひどいんで、やっぱ解放運動団体といえばね、もう、もう反社みたいなイメージがあるわけです。で、上中条の記事、えー、次元に載せてるのを見ていただけるとわかるんだけども、あそこにね、参拝だのエセ童話の話が書いてあるんだけども、あれはあの、ガチで熊谷の元市職員の人から聞いた話ですからね、あんな認識なんです。 でまあ、ただ僕は記事は結構ね、丁寧に書いてますからね、別にそんな、そこの住民と結びつけるようなことはしてないし、紙中条確かに不法投棄多いけども、結構埼玉って別にブラグに限らずあるんですよ。なんか山み、あの、なんかこう、田んぼの中に山みたいなのがあるんだけど、そういうのがあの参拝の山に土かぶせたやつだったりとかね、そういうことがあるんで、僕は結構そのあたりはね、フェアに記事に書いたつもりなんです。で、ただこの池田さんね、うん。 ま、もう年寄りなんだからまあそのまあそのあ頭が古いっていう言い方もできるわけですよそのまあ年寄りなんだからその部落だから不安とかそういうふうに思ってもしょうがないよねっていう言い方もできるんだけどもだけど解放運動解放同盟に入って何してたんですかってあの僕より30年長く生きた結果がそれなんですかごめんねボロクソに言っちゃったけども。 でも若いい人から見ればそう思いません76歳のおじいちゃんにあの自分のところがブラクって分かるのが不安で不安でって言われたら「あそう,そうなんですね」って言って、ねあの「そうなんですねおじいちゃん」っていうふうにしか言えないじゃないですか。ね。 とかね、そういういいいいのを考えてみたらいいかと思いますであと僕事実としてね申し上げたいのは埼玉の解放同盟の役員の人はほとんどあの,あのよそから来た人です埼玉県外から来た人多いですねあの埼玉県出身ですらない人が多いですそもそもトップのねあの片岡さん自体があの人兵庫の出身ですからねでまあ近世だとね兵庫と埼玉播磨と武蔵になるんかな まあ別の国なんですよ昔は中央集権じゃなかったから日本はだから別の国から来た人間が別の国に来て差別だ差別だって言ってるんですよだからこれ日本からアメリカに行って部落差別がどうあのー、まあ同和対策の時代もね俗地俗人って言ってえまあルールはね地域によって違うんだけども少なくとも鳥取だとねあのブラックからブラックにね引っ越したからって それは、童話対策の対象にはならなかったんですよね。えー、俗地俗人っていうのは、その、その部落の地域にずっといる人っていうのが、童話対策の対象っていうことになるんで、まあ、その、部落から部落だろうと、その、一個したりとかね、ましてや、よそから来た人間をね、 そんなあのた自分らブラク出身だからって言われても童話対策の対象にはしなかったんですよ鳥取のルールではねだってよそから来た人間がねブラク出身かどうかなんてそんなどうやってねあの検証するんですかっていう話ですでただ関東の場合はねよそから来た人間もねなんかその血縁関係調べてブラク出身かどうかっていうのを調べてたらしいですよだから あの、埼玉県外から来た人間でもね、そのなんか童話の、童話対策の対象になったりしてたみたいですね、関東だと。まあ僕はその辺まだまだね、完全には解明しきれてないんだけども。まあおかしな話です。よそからわらわらやってきてね、えー、ここにはまだ差別があるんだ、えー。住民の皆さんのためになんかこういうね、あの、裁判を起こさないといけない。まあなんかそういうね、ちょっと歪んだ政治家でやってるんじゃないかなと思います。まああとはあの、裁判官がね、 どういう人が担当になるかっていうのは僕はちょっと気になるところです。あの、高裁のやつはね、ほんと最悪だったんです、あれ。定年間近の裁判官割り当てられたんでね。本当になんかそういう、まあ、年寄りの人にこういう部落関係の判断させるっていうのはね、ほんと良くないと思います。もう今回ので、あの本当つくづく感じました。大阪の方もね、あれ訴えてきたのおじいちゃんですから、おじいちゃんがですよ。 まあ僕もそんな若くはないけども、年下の人間に、その差別があるからって言ってね、訴えるっていうのは本当ね、本当老害でしかないと思います。だって30歳だのね、20代なの30代だの、まあ40代でも、そんな、そんな差別があるからって訴えるような人間ってね、まあ僕は知る限り、あの、川口康君ぐらいじゃないですか。うん まあすごく本当ちょっとちょ,ちょっと想像してみてくださいあの自分のじいさんとかねあの親戚のお,あおじさんとかでもいいけども76歳のじいちゃんがそんなまだ差別があるからって言ってねそんな若い人間にそ説教できるような立場じゃないと思うんですよ僕は、うん、もうそのねちょっと若い人に任せてですね古い考えは絶対言ったらいいんじゃないですかというか普通に差別者でしょうこれ76歳のおじいさんが。 そんなブラックに住んでて、なんか不安だのかなんだのって言ったら、というふうに思います。ということで、まあメディアの報道っていうのはあまりにもフェアじゃないんで、まあ僕の知ってること、僕の言うべきことというのを言わせていただきました。